皆さんこんにちは、モータージャーナリストのレイです。普段はですね、バイク用の例えばライディングシューズ、ライディングブーツなんていうものを紹介させていただいてるんですけども、今日はですね、私の趣味のテニスシューズの話なんですけども、他のスポーツから見たテニスシューズの独特な感じ、要はバイクの靴と比べたらこうなんですよね、こういうとこ不思議でしたねみたいな話をしようかなと思いますので、テニスシューズを探してるテニス好きな方でバイクに乗らない方には何の参考にもなりません。というわけでですね、オンラインサロンバイク部の中で一緒にテニス僕ハマってるんで一緒にやりませんかって呼びかけをしたところ、あ、じゃあ一緒にやってやんよというですね、おじさま方が結構いらっしゃいますので、そのおじさまたちにですね、ちょっと、まあ、ライディングシューズも例えば仮に20年前バイクにリターンする前のものを持ってて今また履けるかって言われたら絶対おすすめしないと思うんですね。なので仮にですね、学生時代テニスやっていて当時のテニスシューズが倉庫から出てきた、これ実はすげえこだわりのピート3プラスモデルですみたいな、なんか伝説的なシューズが出てきたとしても、多分もうその加水分解してもうそれ、終わっててですね、元ピート3プラスモデルみたいな靴になってる可能性あって、ナイキエアマックス95年に買いましたっていうものも元エアマックス95なだけで、もはやもうエアマックス95ではないので、新しい靴をじゃあどの道怪我しないためにも持っといた方がいいなっていう感じがするのであれば聞いていってください。ここにあるのがアシックスのゲルレゾリューション8っていう靴です。名作です。これの新型が今アシックスのホームページに出てます。近日発売予定になっていて、もう間もなく、まあ、早い店では多分予約取ってるんじゃないですかね。その名もゲルレゾリューション9、8が9になりました、8が9になりました。日本語で英語交互に言うやつで、これの何が素晴らしいかというと、僕がどこ気に入ってるかと言いますと、これ僕3足目です。同じ靴を3足今年の8月からテニス再開して3足買ってます。なんで3足も買ってるかというと、まずここにあるやつに関してはソールがデコボコのこういうなんかスパイク状のやつ、これがオムニコート用、そしてツルツルした、テニスコートであるハードコートであるハードコート用のシューズというソール2種類持ってるんですね。でオムニコートって何かというと、人工芝の上に砂を巻きまくっててめちゃくちゃ滑るようになってて、球のスピードもめっちゃ抑えられるし、まあ多分クッション性もある程度あって体への負担も少ないんじゃないですかねっていうところで、レクリエーション目的な方向けの路面としてはすごく優れたところがあるっぽいんですけど、世界的な大会の4大大会とかじゃまず採用されないちょっと独特なやつでですね、そこがあまりにも滑ってしゃあないので、こういうスパイクのオムニコート用っていうソールが必要になります。で都営コートとか、まあ、千葉県、埼玉県、神奈川県、どこ行っても多分ですね、自分が住んでる市町村とかでなんかカードとかを登録すると借りられる市町村が経営運営してるテニスコートってあると思うんですね。そういうとこ借りるとめっちゃ安いです。なのでこれからもそういうとこ借りて一緒にテニスすることになるんですけども、そういう路面ってですね、ハードコートもあればオムニコートそれぞれあります。クレーコートはなかなかないですかね。まあオムニとハードが、あ、まああと芝もあんまないですね。まあこの2種類あるんですね。だから靴は2足持っておく必要があります。で今年の8月にテニスを再開した私が最初に買ったテニスシューズはですね、一度も履くことなく、メルカリかヤフオクかで流れていきました。それがなぜかというと、セールで安いから買ったんです、こだわりゼロで。ところが別のテニス用品店に行った時の店員さんがすごく親切に分かりやすく一生懸命解説してくださって、その方が頑張ってたのでちょっとこの人から買いたいなっていう気持ちになって買っちゃいました。これ電気屋さんでもよくあるパターンです。店員さんがいいとその人から買いたくて割引ないのに買っちゃうやつなんですけども、その時に勧められたのがアシックスのこのゲルレゾリューション8っていうシューズだったんですね。で最初に買ったのは、僕はですねオールコート用というものを買いました。オールコートって響き考えてくださいよ。全ての路面ですよ。全てのもうだからオンロードサーキットもモトクロスオフロードコースも両方走れちゃうみたいな、オールコートタイヤだからもうオールテレインタイヤ、すごくないですか響きが。え、何それ、サーキットも行けてモトクロスも行けんのみたいな。実際はですね、全然いけないですね。オールコートってほぼハードコート専用のことを言ってたんですね。で要はこういうスパイクが立ってないんですよ、裏ツルツルしてるんですよ。でそれをオムニのコート持ってったらもう一生止まらない、ギュークってこう止めたいのにシュルシュルドリフトってこう外出てちゃう、もうこうフレームインフレームアウトしていくわけですね。ところがハードコート用のシューズを履いたらピタッて止まるわけですよ。だからもうね、テニスシューズは2足必要になります。路面の違いに合わせてハードコート用とオムニ用、もうこの辺でちょっともう厄介ですね。いきなり靴テニス始めたばっかのに2足持たないといけねえのかよみたいな、厄介なんですけど、怪我しないためにはこれ必要必須アイテムだと思います。でこれのゲルレゾリューション9っていうのが発表されて、どういうところが改善されたかってところを見ると、もしかしたら必要な性能というのが分かるかもしれないので、逆にこの古い方を解説せずにあえて新しい方の改善点がちょっと先にお話してみますね。
この靴、まあこれ新品でまだタグついてますけど、とはいえこれ2年落ちぐらいのものだと思うので、保管状況によってはもうすでに死んでる可能性があります。一回履いてみてあまりに死んでいたら、すぐにです、ね、僕も9買えなきゃなと思うところなんですけど、これの9っていうののここのソールを見てほしいんですけども、こういう写真ありますよね。これはオムニ用なちょっとソールのタイプが違うんですけども、ハードコート用に関しては縦にこう二分割することによって横方向にこうギュッて足をこう止めた時のここのグリップの要はこの止める制動力と、そこから帰ってきてこっちに帰っていく推進力を生み出すための反発性能っていうのを高めるために、ここがこう縦に分割されたソール構造に変わってるらしいですね。であとこの横にですね、ダイナウォールっていう名前のここにもそういうなんか構造物が中にいるんですね。これがですね、魔法がいっぱい詰められていて足を怪我しないためにサポートをしてくれていて、反発を生むための構造ですね。いわゆるナイキエアマックスのエアみたいなものですかね。まあこれゲルっていうものも入ってるんですけど、まあそのうちの一種の構造なんですけども、ここの面積がズバーッと広くなって分割されかかたにも入ってます。これもこのホールドと、アシストサポートっていう観点のためらしいですね。であとここの足の甲の部分が 3D マッピングでより足の甲に合う形に改善されてるそうです。でここの表皮の生地についても、まあ改善、まあアップデート、機能向上されてるそうですね。いろんなところが細かく変わって、で同じサイズ相当でいうと 15g 軽くなったと、テニスラケットショップさんの YouTube チャンネルで僕学びました。ということで、これって何用のシューズかというと、ベースラインで後ろの方で左右への切り返しをまめにやりたい人向けのこれテニスシューズらしいんですね。縦方向に走っていてネットプレーを多用したい人にとってはスピードっていう名前の別の靴がアシックス内にもあります。でそのスピード外は機動力重視で、こっちがもう安定性サポート重視のゲルレゾってものなんですけども、これの間を取ったコートエフェフティシューズもあったりもします。一応メーカーとしては最上級モデルは両方の特性を持ったコートエフェフっていうのが最上級モデルに当たるらしいんですけども、僕はまだこれしか履いたことがないのでこれしか知りませんが、もしも悩んだら、テニス部、違う、ごめんなさい、オンラインサロンバイク部の中のテニスクラブでこれからテニスを新規で始めた、あるいは昔やってたけども怪我したくない、要は40歳以上の僕よりも先輩方ばっかなわけですね。そういう年齢層で足怪我すると多分もう一生治らないので、だったらアグレッシブベースライナーとしてベースラインで左右への切り返しを重視した最もサポート力の高い足をガチガチに覆ってくれるこのシューズにしておいた方が怪我しないんじゃないかなという、これ妄想です、ただの想像ですが、いいんじゃねえかなっていう気がしてます。根拠なんてそんなもんです。でこの靴をバイクのシューズと比べるとどういうところが変わってるかというと、まず圧倒的に硬いっす。このままバイク乗れるんじゃねえのってぐらいこれ硬いっす。でアルパインスターズのスーパーテック R ってインナーブーティーを外してさえしまえばアウターの生地ってこんな感じでぐっちゃぐちゃにできますよね。でインナーブーティーって足を曲げていい方向に対しては自由自在に曲げられるから、多分テニスコートで全力疾走も全然可能なんですけど、曲げちゃいけない方向に対しては全然動かないようにこういうところにパーツが入ってプロテクターが、まあ、ごめんなさい、動きを制限してますよね。これもですね、行かないでいてほしい方向に行かないようになってます。それがどこかというと、この中に要は足がこうやって入るわけですね。まあこれが足だとしましょう。これがこうギュッてこうグリップさせ、ここで止めたい時に足がこっちにグニュンって、ここの外側のここの生地がこっちにグニャグニャグニャで潰れてほしくないんですね。そうすると足がこっちに負けてもう捻挫というか骨折できちゃうんですね。テニスシューズじゃない運動靴でオートテニス行って素振りとかしただけでも、球打っただけでもびっくりするぐらい足怪我しそうでした。というのが、地面に対して踏ん張ってグリップさせて上半身を自由に動かして球を打っていくわけなんですよね。ここの筋肉だけでどうこうできるスポーツじゃないんですね。足場をしっかり固めてないと意味ないんですね。いいタイヤ履いてないと200馬力は後輪から地面には伝えられないです。なのでこれタイヤです、これ。だから皆さんも一番グリップするいいタイヤを買うべきなんですけども、ただそこで自分の技量に合わせて自分をサポートしてくれるっていう意味合いで、横方向に全然足動きをしないこのゲルレゾリューションというのは多分おじさんを怪我から守ってくれるシューズだと思います。若い頃はピート3プラスモデル、アンドレ・アガシモデルとか欲しい靴、持ってた靴いっぱい皆さんあったんじゃないかなと思うんですけど、あとそれがこれはこれはね、皆さん知ってるかな、フェデラーが10年ぐらい前に履いてたモデルなんだよね、俺大事に保管してたんだよねっていうやつがバイク部員の中にいるかもしれないけど、それは元いい靴、で今はいい靴じゃない可能性があるから、だったら今のいい靴買った方がいい。で
アシックスのゲルレゾを好んで僕はスペア含めて今3足目まで来てるんですけど、これ多分2年落ちか1年落ちぐらいにちょっと古めのやつを探して買ったんですけど、それなぜかというと現行のカラーが好みのやつが見つからなかったからなんですね。で現行っていうかこれから出てくる新型のカラー見てるともろに自分が使ってるヘッドのエクストリームツアーのピスタチオグリーンのイエローの部分に似てんじゃねえかみたいな、これ買ったらもうその黄色が好きすぎる人みたいな、もうテニスコートを毎回大体知らない人と練習するわけですよ。テニステニスベアってすげえ便利なアプリがあって、知らない人っていつでもどこでも簡単にテニスコートが予約できてテニスできちゃうっていうすげえアプリがあるんですけど、その行くたびに多分皆さんのイメージの中で、あーあのなんかよく喋ってた、なんか失敗したらすげえでかい顔でごめんなさいとか言ってた、あの勢いのあるなんかあのおじさん全身黄色かった人ねみたいな感じで印象つくわけですね。テニスベアアプリでテニスをすると大体もらえるバッジ、いろんな種類あるんですよ。ベストストローカーとかベストサーバーとかなんかいろんなタグがあるけど、大体もらえるやつがムードメーカーとフットワークがいい人、いやもうボール一生懸命追いかけるから、もうボールが飛んできたらもう喜んではいって追いかける犬みたいな、アホなのかな、アホな子なのかな、アホな子なのだと思う。でもだからこそ僕は怪我をしないものを知識がないなりに、年齢がいっちゃってて今更そんなハードなスポーツをやる年齢でもないような自分が怪我をしないために楽しくテニスをするために、偶然巡り合った靴がすごく良かったので、今日はアシックスのゲルレゾリューションという靴をご紹介させていただきました。ということでお分かりいただけただろうか、足元がグラグラな靴を履くと一発で怪我できちゃう。でこれってバイクに使えるぐらいソールが硬いっす。靴があんま曲がらないの伝わりますか。これが要はもうちょっと極端ですけど、クッシャインのモカシンブーツとかタクティカルブーツ最近好んで履いてますけど、ぐにゃんぐにゃんに柔らかいですね。でソールって僕が考える全てのスポーツに通じて言えてるのって、柔らかすぎるソールっていうのは多分足が負ける、足が怪我する。硬すぎるのも動けなくて負けると思うんですね。足首とかどっか違う場所が適切な硬さ柔らかさが必要だと思うんだけども、どちらかというとやや硬いぐらいの方が足をサポートする性能が高いんじゃないかなって気がする。でその硬さの中にも、例えばバックステップのバー、足のどこで今踏んでるのかっていう感触は分かった方がいいと思うんですね。これがあまりに柔らかいとこういう風に靴が折れてバックステップが足にめり込んで足痛くなっちゃうから、ほどほどな硬さがあった方がいいと思う。でアルパインスターズって靴屋なんですね。靴から始まったブランドで、靴の伝説が他の商品を売るまでに、持ち上げていったんです。これアルパインスターズの会社の人が言ってたんですけど、うちはその、アドバタイズメント広告とかを一生懸命頑張ったわけじゃなくて、ブランドドリブンをしたわけじゃなくて、パフォーマンスドリブン、要は性能だけで口コミでここまで成し上がったメーカーだからってことを誇らしげに言っていたんですけども、要は靴屋なんですね。でその靴屋が作るアルパインスターズのシューズって基本的にほとんどのモデルがそういう硬めのソールで、だけどどこで踏んでるか分かる素晴らしいソールを履いてるように僕思うんですね。でそれ一方で、我々ここ、まあベースとして日本でですね、クシタニってブランドありますけど、僕もそこのものいっぱい履いてますけども、あれはですね、これ歩く用に特化してるからとか、これはこういう用途で特化してるからっていうのが種類がありすぎて、それぞれのその方向性がいろんなものがあるだけに、めちゃくちゃ柔らかいものもあれば硬いものもあって、役割分担がそれぞれかなりこう細分化されているので選ぶのが難しいと思うんですね。アルパインスターズは基本的に大体全部一緒みたいなところがかえって僕はすごくいいなと思ってるんですけども、これもですねソール非常にいいですね。であとテニスシューズを買うときにどこのものを買ったらいいのか、靴屋さんの靴買ったらいいんじゃないですかね。だからもう否定するようでいて元も子もないけども、テニスラケットメーカーがアパレルやシューズも売ってるんですよね。テニスラケット屋さんからはテニスラケットを買ったらいいと思うんですね。僕はシューズは靴屋さんから買った方がいいんじゃないかなと思うんですね。このアシックスもなんかこう、スポーツ工学なんとか研究所っていうなんか場所だか舞台があるみたいで、そういう風に一生懸命研究開発をして生まれてきているもので、テニスラケットメーカーが作った靴が手抜きとは全くは思わないですけども、ただそこに投じた研究開発費、研究開発に携わった人員、環境、歴史、かつこのシューズを履いている契約選手たちからのフィードバックってことを考えると、ちょっとその差は埋まらないんじゃないですかねっていうぐらいの強烈な差があるんじゃないですかね。ということもあってのまあ、アシックス日本メーカーだし、日本人の足型にここが細いながらも日本人の足に合う形になって、まあ、これねワイドバージョンとかもありますけど、
とかの総合的に考えて、そんなにすげえ詳しくて調べて分かったわけじゃないけども、自分が履いてる限り僕がここまで怪我せずに、引くほど全力疾走できてきているのはこの靴のおかげかなという気がしておりますので、まあまあ何らかのその時間つぶしの動画か、なんか参考になることが1ミリか共感が1グラムでもあったら幸いでございます。今日はテニスシューズのお話でした。